すずちゃんに続いて私もデコガーナをデコレーションしていきたいと思います。リリリリリ、どれにしようかな。じゃあこのキラキラにしようかな。どこに置くか、どこに、ここかな。結構こういうデコレーションとか普段なんかこうもともとあったものをデコレーションしていくとよりこう気持ちが入るし、すごい大事になるし、素敵になりそう、素敵になりますね。1,2,3 こんな感じよ。真剣になっちゃう。どれぐらいにしようかな。こういい感じかもしれない。そうで、なんか母の日とかそれこそバレンタインとかなんか結構好きです。あ、いいんじゃない、結構可愛いかも。もうちょっと上にしよう。あ、できたかも。できた。できました。次は愛理ちゃんにバトンタッチです。